さんこんこにちは。リェ株式会社の牧口です。えー、初っぱなから、まあ、私の下手な中国語で、えー、動画始めましたがなん、まあ、で中国語を喋ってるかっていうとですね今日は中国不動産テックのテーマでお話しさせていただきたいからです。 で私あの、数年前からです、ね、台湾とかでセミナーする機会があったので中国語を一生懸命習ってですね、えー、挨拶とか中国語でできたらいいなという形で,です、ね、勉強してたんですけど、まあ、あの習っている時は良かったんですけど、まあ、大体あの、発音がです、ね、だんだん学校行かなくなると怪しくなってくるんですよね。なんで、まああので最後の方はです、ねえー、中国語であの話してるはずなのに中国語の通訳が入るというなんかよく分からないことになったのでもう中国語をやめて日本語で、まあ、素直にセミナーしてたんですけど。 まあそんなことを置いておいて、ですね今日はまあ中国の不動産テックについてですねお話ししていこうと思っています。まあ、アメリカについて、ですね、まあ、やっぱり中国も不動産テック、非常にまあ注目が集まっているジャンルでして、まあそこに対する資金というのがまあ非常に大量に入っているというところは、ですねまあいろんなところで耳にする機会多いいですすねでまあ中国不動産すごい今高いですね。 まあ今すごい高いですってわけじゃなくてまあ、ずっと十数年前からずっと高くなり続けてるんですけど、まあ、リーマンショックの前後ぐらいでですね中国不動産バブルやばいなぁとで北京オリンピック終わったら崩壊するぞとかってみんな言ってたんですけど全然崩壊しないでですねずっと上がり続けてるっていう状況ですねまあ、今香港とかシンガポールとかすごい不動産高いですよね、まあ、香港の方が高いかな今平米180万円とかになってますね でまあ、北京、上海、深センも、まあ、同じように、まあ、高くてですね、まあ、大体、まあ、80万から160万ぐらいちょっと幅あるんですけど、まあ、それぐらいが平米の単価になってますね、まあ、なので普通の家とかが億以上するっていう状況になってるんで、まあ、非常にむちゃくちゃ高いんですね。 で、えーまあ、その余ったお金は、ですねやっぱりテックの方にもまあ流れてますということで、ですね、えー、こちら、えー、不動産テック企業の資金調達ということなんですけど、やっぱりアメリカに次いてで、すね、まあ、中国はそこにお金が流れてるっていうところが、中国不動産テックが盛り上がっている一つの理由かなというふうに思っています。で、まあいろんなプレイヤーがいますねということで、ですね、まあ、順調に、えーまあ、資金調達しているという状況が見て取れるかと思います。まあ、いろんなプレイヤーがいるので、今日は一通りちょっと簡単に外況を説明していこうと思います。 有名なプレイヤーっていうと、ファンドットコムですね、これはまあポータルです、まあ、不動産紹介サイトということで、まあ、北京中心の不動産のスタートアップ九、まあ、1999年設立だと、もうスタートアップスって言わないかもしれないですから、まあ、すごい勢いが伸びてると、まあ、やっぱり利用者が8200万人ぐらい月間ですね、いるっていう話でですね、まあ、日本におけるホームズとかスーモーみたいな立ち位置ですね、まあ、アメリカでいうジローですよね。 料金がまあ安かったんでみんな使ってたんですけど一時期料金値上げしちゃってですね、えー、まあその結果、えー、まあ反発食らったみたいな話も、えー、ありましたねで次がですね斜尾忠ですね 一言ででうと民泊ですね、まあ、日本にも確か進出したんじゃないかなと思いますけどアリババグループのジャック・マーカーですね3億ドル調達してですね非常にまあ話題を集めましたっていうところで、まあ、中国版の Airbnb ですね、まあ、サイトを見ていただいてる分かる通りも全くこれ Airbnb そのままですっていう形ですねで今企業評価だとまあ大体1100億円ということでまあユニコーン企業だって言われているところですね、まあ、それ以外にもまあ似たようなプラットフォーム アメリカの企業と似たようなプラットフォームもいっぱいあって、ですね例えば U 効ミューンですね、まあ、これはまんま WeWork です、まあ、大体北京ですねで、コワーキングスペースを出してるっていうことですね、上海、シンガポール、香港、ニューヨークなどにもサービス提供していますということで、従業員今300人以上、160拠点以上でやってるっていうことですね、でまあ、これも M&A でガン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 ですね、拠点を増やしてるっていうところが大きな特徴になってまして。 まあウィーワークみたいにまあ借りてるわけじゃなくて買ってるんでしょうね、で今の企業価値はまあ大体3380億円ということですね、まあ、IoT とかを導入したスマートオフィスだとか、まあ、そういったところで,です、ね、非常に差別化を図って、デジタル技術の活用みたいなものを前面に打ち出している状況ですね。まあ、次がご紹介するのが、臨車ですね、まあ、ここも注目が集まってますが、ここは基本的にはです、ね、不動産仲介業ですね、中国最大と言われています。 O2O で,、えーまあ、ですね、オンラインとオフラインという形で、ですね、えーまあ、スマートフォンだとかアプリとかで集客して、ですね、えー、実店舗で仲介をしっかりと決めるということで、まあ、実際8000店舗以上、えー、オフラインのお店を持っているというですね、まあ、最大の規模ですねで、テンセントから資金調達を受けたということで話題になりました、えー、今の時価評価ですね、6270億円ということですね、まあ、巨大なプレイヤーですということでね。 北京だとか、上海だとか、深圳、え、広州、まあ、そういった主要都市にもサービス提供しているということですね。まあ、ここも注目集まってます。で、これ、一時期、Twitter とかでも話題になりましたけど、えー、これ、なんていうんですかね、カムイビオさんっていうんですかね、えーまあ、日本のです、ね、不動産を中国人投資家とかに紹介するアプリなんですよね。まあ、これ、すごいっていうことで話題になったんですけど、まあ、日本のビルとか建物にですね、このスマホのアプリで、 フォーカ,スカメラでフォーカスするとですね、そこの物件の外境が分かって、でまあ、中国人のエージェントに電話でもかけることができるっていうことですね。Chinese Tech Startups at I Japan's Real Estate and Tourism Sectors って書いてありますけど、まあ、この方が、えー、CEO のようですね。The Chinese tourist in Tokyo last month pointed her smartphone camera at that condo, aiming not for a quick snapshot but a potential purchase ってことで、 物件ン買うために見れるんですよみたいな感じになってます。えっ、ー、と、CEO first came to Japan in 1997 as a data scientist. After receiving his PhD from Kyoto University, he joined Japanese online retail giant Lactant to、uh, spearhead the company's China unit, becoming an executive officer in、uh, record time. お、oh,、なるほどね。楽天出身ですって話ですね。 まあこういったあのポータルだとかアップ以外にですねやっぱり、えー、スマートビルとかも非常に注目を集めています、テンセント、まあ、皆さん有名なですねあのアリババ集団とテンセント世界のブランド価値で。 ランキング入りしたっていうことが話題になりましたけど2018年ですねフェイスブック抜いて5位にまで浮上したテンセントですね、えー、ブランド価値は22兆円っていうですね、えーまあ、すごい巨大な企業です、えーまあ、テンセントのスマートビルは結構有名で、まあ、受付もロボットになってます運搬もロボットになってますとか、まあ、ビルにで、まあ、出入りする顔認証もあって、まあ、センサーカメラで位置情報ですねどこに誰がいるのかみたいなことが全部わかるみたいなそういう話で、まあ、非常に IT 技術を駆使したビルディングというのがですね注目されてます されました。まあ、こうした様々なプレイヤーが今いますが、まあ、みんながみんなうまくいってるわけじゃないですねということで、まあ、ビジネスモデルが崩壊した事例とかも報告されています、えー。IU 自由ですか、えー、2014年ですね、アメリカの中国版 YouTube と言われる まあ動画プラットフォームで創業されたんですけど貸してと借りてを、まあ、結びつけるプラットフォーム事業ですね、えー、IOGU っていうのがまあ展開してですね、まあ、ネット上で物件検索できるっていうことで、まあ、業界最速でユニコーン企業に成長したっていうことで、まあ、その名を届かせたわけですけど、まあ、設立から5年ですね全ての事業を中止させてですね生産手続きを開始したっていうのがまあ報道されました、まあ、若者世代をターゲットにしたっていうことでですね、まあえー、スピード感のある制約と、まあ、仲介手数料を安く O2O、ねまあのビジネスモデルとして展開していたわけですけれども、まあ、通常であれば仲介手数料をもらうところなんですけど上海の賃貸物件に関しては仲介手数料無料とか。 まあ、北京の不動産に対しては50%ディスカウントなんてことをやっちゃってですね、えー、まあそれによって業務量が増えた、えー、コストが増えた結果ですね、えー、ビジネスモデルとしてまあ機能しなくなっちゃったみたいな話ですよね、まあ、そういった形でな、まあ、うまくいってないところもやっぱり出てきてるわけですねなでまあ単純なインターネットプラスだけだともう勝負できないっていう話になってきているというふうには聞いていますね。 中国経済がまあ今、米中貿易戦争とかで2019年以降後半に急速に景気が悪くなるみたいなことも言われている中でえ今、こういったまあテックのプレイヤーとかでいろいろ出てきてるんですけどまあその,この勢いもちょっとえビジネスモデル破綻するケースも増えてくるんじゃないかなみたいなことも言われています。まあ、本日はですね中国のテッックマーケットについいててご紹介させたただきましたが こういったビジネスモデルインターネット関連のビジネスってのは、まあ、中国の国策として、まあ、力を入れてる分野なので無視できないなというふうに思ってますので今後もですね引き続きき続ウォッチしていきたいいたと思いま,すまあ最後になりますけど、まあ、私中国語一生懸命勉強しましたけど結果何を考えたかっていうと2つだけ覚えていればなんか生きていけんなと思ってですねその2つが「おいしいっていうのとですね「おいンピジョン」 この2つの言葉だけを覚えていればですね、まあ、別に困んないなと思います。えーまあ、この2つの言葉の意味はですね、おせうらっていうのはですね、もうお腹が空いて死にそうだっていう意味ですね。わよんピーじょっていうのはですね、その名の通りですね、ビールくださいって話ですよね。まあ、この2つだけを覚えていれば別に困んないなっていうふうに思いましたって話で、まあ、最後締めたいと思います。よろしければチャンネル登録してください。ザイちゃん